ダーマ神殿の地下ですね。偽の大神官倒しに行きましょう。やべ、回復はされてる。されてる、してくれたのかな。湧いて、ここにふわふわすげえあるぞと。どっかにあるのか？なさげですけど。ああ、まあまあ、そうか。ここのどっかにあるってことが結局。こういうとこにあるってことよね。まあまあまあ、行きましょう。いやー、久々だぜ。こっち来たぜと。この間よくやってくれましたよと。やってくれましたなと。あいつどこ行った？あ？あ？お？ここか。ちょ、おめえじゃねえんだよ。ちげえか。こっちか。こっちか。こっちだわ。お？決闘で鍛え抜かれた人間とは、新たなる力を身につけるものらしいな。そんなことはどうでもいい。決闘で優勝したのに、なぜ外へ出れないんだ？もちろん出してやるとも。貴様が物言わぬ屍となった後でな。あら、骨すらも残らなかったか。血と力みすぎたわい。こいつやばいわ。戦えるのかこれ。大丈夫かこれ。骨も残らなかったぞあいつ。そんな強くなさそうな魔法だったけど。どうもーす。大神官が守ってくれるのかな。よく来たな。だがすでに我らの王を強化する力は集まっておる。よって貴様らの力を奪う必要もなくなったわけだ。決闘に勝つために修行に励む人間どものおかげで、思ったより早く力が集まりおった。だからといって生きて神殿の外に出られるなどと思うな。貴様ら人間はもはや用済みだ。ここで死んでもらうぞ。結構でかい。オッケー。アントリアさん。腹。すげえ腹出てんな。いや、でも舐めてるとやばい。本気で行こう、本気で。命令させろ、命令させろ。まず、スカラでしょ。いや、まず、マリベル。ルカニが効くかどうかよ。いや、呪文じゃない、特技。あんまり敵一人にダメージ。ちょっとこれやってみる。いいよ。まあ、2回攻撃。お、ホズちゃん、ヒャダルコ。32ですか。まあ。ルカニ、まあまあ、でもなんかやってくるんでしょうね。やってくる前に上げときます。いや、特技攻撃はどうなの。いや、なんか投げたな。ポーズマジックバリア。あ、26。やっぱり敵1体に対しては何かしらやっといた方がいいねと。あ、ベホイミ覚えてなかったっけ。ホイミダメージで噛みつけ、これがちょっと強かった。火炎斬り出た、懐かしい。38、あんま変わらんな。よし。どうなの、スカラ回復。噛みつけが防御虫ダメージなのかどうか。あー、そういうことね。やっ、じゃあもう攻撃の方がよろしいかと。これででもやつが、なんか眠りとか混乱とかやってこねえんだったら、
備えに強くねえぞと。フォースなんか投げてんだよな。何投げてんのあれ。なんかヒュッて投げてんだよな。いやでも油断はするな。こいつが第二形態っていうことも考えられなくないからな。ちょっとナメプじゃないけど、ちょっとまあいいよは、まあ、なんか投げてんだよ。ポーズよし。ただで回復できるのは大きいですから、それはそれで、うん、世界中の歯使っちゃいましたけど。決めるときは決めると。さあ、おテッシーたちの活躍により人間から奪った力で魔王を強化するという計画は失敗に終わった。その後解放された神官たちの手で神殿に救う魔物は退治された。日を追うごとにダーマ神殿はかつてのにぎわいを取り戻していった。そして数日後、あ、曲が寝てる。いやじゃ、ラブリーなうさ耳に似合うバニーになれるのならわらわは国元には帰らぬぞと。わらわ、え、ジパング。おお、姫様、これ以上ジーを困らせないでくだされ。これなんかのイベントのフラグというか伏線のあれか。町にいた人がどんどんいなくなるから私も銀行を閉めてきたわ。今度はどんな職業に就こうかしら。そういえばお客様から預かっていた変な石があったわね。あれ置いたままだったかしら。預けた人が取りに来なかったんだし、ほっといてもいいわよね。それは良くないけど。イベント、会社、戻ってこれた。後悔しないのか。ここで働きたくてお前なりに頑張ってきたんだろう。やっぱやめとくぜ。盗賊だった俺には、宮遣いは向かねえってことがよく分かった。お前には色々と世話を焼いてもらって悪いけど、親衛隊には入らねえよ。そうか、寂しくなるな。嘘つけ、厄介払いができたと思ってせいせいしてるくせによ。これね、カシムちょっと思ってたよな。それを読んばれたか。いいね、いいじゃない。俺はそろそろ行くぜ。後ろにいるテッシーたちも達者でな。じゃあなカシム、小僧と姉ちゃんにもよろしく言っといてくれと。フーラルが結構そこそこまともだったと。フーラルと同じようにネリスもジャジと一緒にやがて旅立ってしまうな。私が引き止めたらネリスは私の元に留まってくれるだろうか。しかし彼女がここに残ると言ってもな、ザジに反対されたらどういう結果になることか。まあそれは、まあその時々しかないっすよと。あ、預かり金ない。そうそうか、預けた覚えもねえよ。道具屋、お、まだらくも糸がある。まあ、作りは魔物に乗っ取られていた時と変わらないのに神聖さが増した気がするわね。やっぱりこれってフォズ大神官のおかげかしら。そうだね、なんとなくここって大声を出しづらい雰囲気があるんだよな。出してけと。ねえ、偽の大神官に騙された人たちってまだ生きてるんでしょ。いや、それはわからんっすね。はい、そうよね。麓の町から人が戻ってきているのが何よりの証拠ですものね。あの人も元気な姿で早く帰ってきてくれるといいんだけどな。ああ、あの宿で待ってた人ですよね。いや、曲がすごい。あ、ザジっすかこれ。ああ君たちか。ちょうどいい、見てくれよ。転職して、おお、マジでさらに強くなるんすか、ザジさんは。どうだい、見た目だけでも強そうな感じが。いやいや、もう元から強い。これで姉さんもきっと僕を見直すんじゃないかな。いや、もう見直してる。
すげえ見直してる。ザジいなかったら決勝きつかった、決闘勝ち抜ききつかったもんね実際。いやー強かったよね。これで転職ができるっちゅうことね。勇者への道か。お、ホゾス大神官のブロマイド。おお、これはブロマイドはもらえるわけじゃねえんだ。ダーマ神官がつけた日誌、ついに魔物の侵入を許してしまった。ああ、やられたなと。そういうことか。警備を強化するためにダーマでもたくさんの兵士を雇うことに決まったそうです。やはり神殿の警備を少数の親衛隊だけに任せるのは心もとないでしょうから、からでしょうかと。まあここはバーだと。それほど日にちが経っていないのに早くも神殿が活気づいてきました。この調子じゃ私たちが忙しくなる日もそう遠くはないでしょうね。働け、今も働け。どうにか馴染みの職場に帰ってくることができましたわ。もう二度と魔物に神殿を奪われぬよう私たちも気を引き締めて働きます。いや、神官がバーテンダーやってるすごいな。本当に自給自足なの。防具はまあ鉄の、まあもともとと一緒みたいな感じ。鉄士はとりあえずは大丈夫。三河市の服ぐらいのあれじゃないとね。魔道士の杖、いやーまあメラかな、これは多分メラだったら、ギラだったらね、覇者の剣とかさ、そっちやったら結構いいんだけどね。まああとはモブかな。だん、ここダーマの神殿のここはどこなの。こう地下ってわけじゃない気もするけど、これ2階ってことか。2階のラウンジみたいなイメージかな、イメージとしては。2階行くとラウンジありますぜみたいな感じで、ここが1階ですよね、入り口の。ようこそと。ふんふんふんと。なりたい職業がたくさんあって、おら迷ってるだよ。で、ここが教会。で、こっち行って、ここやっぱ開かないのかな？開くんか。開くようになったってことね。まあ、悪魔の壺とかミミックが来ても一応大丈夫。ですよね。大丈夫ですよね。ドラクエ7、3人が、メインなのかな、もしかして。で、4人目が、結局、あれか。NPC の仲間かな。ダーマを奪った魔物が神殿の内装に手を加えなかったことが唯一の救いですな。壁におぞましい魔王のレリーフとかがあったら嫌ですからね。いや、それは、まあまあ確かに嫌か。嫌ですね。内装、そこは、魔物はそういうとこはこだわらない。そのままでいいと。余計なことはしないってことっすよね。魔物をも。これはそのまま使えるだろうと。別に内装は、内装までね、金かけてやることねえだろうと。あ、でもあれやっぱあるね。なんかモヤモヤ。あれ何なんすかね。ここは控え室みたいなところ。おお、地下の種。あ、祈りの指輪手に入れたから力はこっちか。控え室で神殿に魔物が攻めてきたら今度こそ私も剣を取って戦わなくっちゃ。魂の剣をね、っていう。あ、いや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 、そういうことか。あるある、
あるある、これいける、これし、いや一応全然大丈夫だった、全然大丈夫だった、ダメージ床かこれ、あのちょっとダメージ大きいやつか、もしかしてな、そういうことですね。全然そうでもない、1だし、しかも大したことなかった。不思議な木の実もてっし、まあ主人公は絶対いなくならないから、うん、というか最後までやっぱりいるからね。なんで魔物どもに占領されたって終わりには随分綺麗じゃねえか。こんなんじゃ大工の仕事にありつけそうにないな。そうか、そういう大工さんですか。確かにそれは仕方ないっすね。しょうがないと。お、黒い表紙の帳簿、新刊一人一人、あー怖い怖い怖い、それ見ちゃいかんやつ。お、カシムのやつが隊長に任命されたんだと。いやそういうことじゃない、もう年下とかもう関係ないっしょ。年ばっか気にしてっからそういうことになっちゃう。お、これか、黄色な。でまあメインは転職ですよ、言ってしまえば。よし、上がっていくと、シャン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 、まあドラクエ6と同じだったら勇者になるには一つ上級職をマスターするっていうのだろうけども、まあそんな一緒なわけはない、そんなことするわけはない。なのでまあ行きますか。ああ封印した、あなんかもうさ普通に言ってるね。勇者になるのも出てくるから、ダーマの神殿のあるこの大陸を封印したのはって、封印したっていう事実を知ってるってことなんだね。ホーズちゃん、皆様方の協力なくしてダーマの復活はありえませんでした。二度と魔物の侵略を許さぬよう、今後は神殿の守りも強化していきます。幼い子供が大神官を務めるからこのような事態を引き起こした、そう思われるよう今度は心を入れ替えて頑張っていきます。いや多分心を入れ替えちゃんとやってたと思うんですけどね、多分。それではもうこういうセリフ、はい。だからまあテッシーをちょっとまあ僧侶あって、あーでも僧侶、どうします、魔法船乗りにするか、なんかなんとなく、はい。まあ親父さんに会うことがあるんだったら。でマリベルをちょっと一旦さベホイミとか覚えさせたい、はい。と一旦ね、最初はロースタートですよ。うん。最初はゆっくりのスタートで、僧侶かな、やっぱり。回復をね、まず優先させたいのよね。敵からの攻撃をかわすことがある。で上級職が絶対あるはずだから、いやーでもちょそうね、一旦僧侶タイプにしよう、みんな。そっから次の人生、もうレイトでいきましょう。レイトゲームですよ。
最初はね、ゆっくりゆっくり強くなっていくと。わう、初戦。でもこれ装備は一緒なんですよね。装備一緒ですね。わあ、すげえ、姿変わってる。あ、倒せるもん。倒せるもんって。あ、なに、すげえ、ガボ、すげえ覚えた。すんげえ覚えた。すんげえ、すんげえ、すんげえになってる。なにね、網縄。で、ホイミとニフラムか。よし、これで、いいっすね。ガボが、MP ホイミ使えるようになったと。わ、いいっすね。格好変わると全然違うね。で、これで現代に戻ればいいのか。ちょ、待って待って、ちなみにこん、お、ここは吹きだまりの町。あ、だからあそこだよな。あ、もういないの。もう全員いなくなってんの。小さなメダルはある。でも、あ、いる、いるよ。あれ、ふ、す、なんだっけ、水風さんでしたっけ。お前、ここで武器まだやってんのかい。お前すごいな、逆に。あ、バニーさんいるよ。あー、もうご飯まだ？いけない、忘れてた。メイドも仕様にもみんなやめちゃったんだっけ。やめちゃったんだっけ。そうか。あれ、上に、あ、あそこか。え、あいつまだいんの。あいつまだボスの座で撮ってんの？お掃除してるけど。よう、久しぶりだな。水風か。俺はこの街が好きだ。なのにどこの誰だか知らねえが余計なことをしてくれたぜ。魔物どもがここを支配していたからこそ俺は一番でいられたってのによ。けどもう終わりだ。俺はこの街と共に滅びるだろうよ。うん、滅びろ滅びろ。ところで、かけら持ってないか、お前。あ、でもあそこにも人いますね。ここではない、かけらは。どっか行ってないとこ、ありました。あ、でもここかな？ここ、入れなかったもんね。特に何にもなさそうですか。ちゅうことは、まあ情報、話を聞いていきましょう。お、人は結構いるんだね。もう自由になったとはいえしんどいぜと。まあ頑張ればいけるよ。頑張ればいけるって結構いるし、なんだったら亡くなる運命にあるだろうと。魂の剣な。おうおうおう、おお、なるほどなるほど。この酒場かな。違う。おお、もうやめどき。吹きだまりの町、名前がね。もう、まあ、ダメならもう出てくしかないですよね。ここにあるんだろうか。酒場？違うね。あの地下にあった、こっちって地下あったよね、ここ。ここでもないと。
どこだ？ザジンとこ、あ、そうか、ザジンとこか。こんな感じ、あ、そうか、ここで、違う？ああ、兄弟が住んでたの。やってるといいけど、と。ここじゃねえんだ。じゃあどこだ？ふわんふわん言ってるのは間違いないんだけれども、まあ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 、一つ一つ見ていくしかねえか。他もうなくない？でもここだけじゃない？もう違うし。おお、他ありました？ここか、教会か。ああ、違う。こんな難しいことある？あと、ここですか。あ、ここは愛と信頼のゴールド銀行。あ、かけらが言ってた言ってた。そういうことか。よし。忘れ物の中でいいよねっつってた。そうや、言ってたわ。俺が気づかなかっただけだわ。この宝箱は？よーし。オッケーよ。ぐいぐい上がっていく。家賃を取り立てるやつももういねえと。おお。オッケー。じゃあまあ転職したし、キリがいいのでセーブしてみますか。なんか職業とか出んのかな。頼もしき。オッケー。あ、場所しか出ないのか。はい。ではまあ2つ手に入れたんだよね、かけら。でさらに未来のここダーマ神殿も行かないとダメなので、そうですね、未来のダーマ神殿と、まあ、かけらを埋めて、また次回のイベントの島に行きたいと思います。結構島もねできてきたし、うん、一つ一つのストーリーが結構長くなってきて、まあそれはそれで面白くなってまいりましたよと。次回もぜひよろしくお願いします。テッシーでした。